漫画マンが語ります。今回紹介する漫画はドンケツ、田橋先生の作品です。連載期間は2011年4月25日から2018年12月25日まで、ヤングキングで連載されていたようです。ドンケツはバリバリのヤクザ漫画です。喧嘩の腕はピカイチのならず者が主人公です。ただ40過ぎて未だにヒラという、会社員で言えば未だに課長にも慣れていないといった感じでしょうか。アウトロー漫画は好きな割に、初めは主人公のこのロケマサがあまり好きになれなかったんですけど、読めば読むほど癖になって今ではフルで2週読んだほどです。ロケマサの多くを語らない魅力に気づいたのもそうですが、脇を固めるキャラクターに人間味があってまたいいんです。私が好きな登場人物は以下の方々です。不器用さと男気、作組組長の三船、冷静でいて行動力もある花月組組長の村松、外伝で魅力が爆発、小月組若頭の金田、圧倒的カリスマガチリン会の宮本会長、他にもいっぱい魅力的な人物が出てきます。ちなみに過激な暴力描写はありますが、性描写はそこまででもないかもです。参考にどうぞ。いろいろと言ってきましたが、1、2話だけ読んで面白くない、絵柄がちょっととか判断せずに読み進めてください。めちゃくちゃハマると思います。面白い漫画は他にもたくさんありますが、なんだかいまいちだなからの最高じゃないかのその差で言えば人生1かもしれません。現在ドンケツ2として第2部が連載中です。そちらも新刊が出るたび今一番ぐらいな感じで楽しんで読んでます。そんなわけで気になったらドンケツ読んでみてください。チャンネル登録もお願いします。漫画マンでした。